仕上がりはこんな感じです。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回はゴムでひたすら結ぶだけでできる紐アレンジ風のアレンジになります。色違いのゴムを順番に結ぶだけでちょっとおしゃれに見える本当に簡単なアレンジになりますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。まずベースは絹糸のストレートアイロンを使って巻いていきます。毛先の方は内巻きに巻いていきます。軽く滑らせて内巻きにしていきます。あとは表面の部分をちょっと分け取って波ウェーブのベースをつけておきます。毛束は薄く取って山、谷、山、谷の順番でちょっとウェーブを軽くつけておきます。結んだ時に表面だけちょっと出てくるだけなので表面にあれば大丈夫です。今回はいろんな種類のゴムを使って結ぶだけでアレンジしていきます。とアレンジを始める前にバームを全体になじませておきます。まず一つ結びにしていきます。紙を全部後ろに溶かしてまとめて普通に一つ結びで大丈夫です。ここに結んだらゴムの結び目を片手で押さえながら一つずつほぐして引き出していきます。結んだ後はこの毛先をいろんなゴムを使って順番にただ結んでいきます。同系色のゴムでもいいんですけど、こういったちょっと色違いだったりとかデザインが少し入ってるゴムを入れてあげるとおしゃれに見えます。もう次々ゴムをただ毛先に結んでいくだけです。とくで毛顔周りも巻いていきます。ストレートアイロンを縦に抜いてあげるとこうクルンとしたカールが作れます。もう少しずつ取ってくるんと巻いていきます。こんな感じです。仕上がりはこんな感じです。